皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年12月の3日、先ほどチャレンジカップ、まあ、競馬の方ですね、そちらの方が終わって、感想を述べさせていただいて、アップロードさせていただいたんですが、日本競馬界の、皆さん、まあ、関係者の皆様への、メッセージということで、来週の、香港カップなどですが、香港の、競馬場で行われる G1 4つ、時間、確認しました。出走馬と、どの馬で勝ちに行くかっていうところを、先に述べさせていただきます。香港バース、G1 2400m、まあ、僕の方で間違いなければこれ日本時間で15時10分の、発走、出走馬は2頭いますが、ゼフィーロという馬で、勝ちに行こうかと思っています。香港スプリント、G1 1200m、15時50分発走、こちらの方がですね、まあ、どちらの馬の方がいいかなというところで、まあ、ちょっと悩んでたんですけども、ジャスパーククローネとマンドクールという馬、ジャスパークローネという馬は G3 を2つ買ってる、マンドクールという馬はスプリンターステークス、G1 を2着なんですよね。で、まあ、どちらの方が能力が上なのかっていうところは正直よくわからないで、マンドクールで勝ちに行こうと、思います。で、その次が、香港マイル、日本時間17時発走 1600m、こちらは4頭の馬が出ますけども、ソウルラッシュで勝ちに行こうと思っています。その後の、香港カップ G1 2000m ですが、プログノーシス、こちらの馬で勝ちに行こうと思っています。17時40分の発走ですね。まあ、時間の方、また当日確認しておきますが、まあ、どの馬で勝ちに行くかっていうことをあらかじめ前もって、言っておいた方がいいだろうなと思って、お伝えしました。そうしなかったら、結局当日なんてから迷ったら大変ですから、ちょっと待ってくださいね。メモした紙にちゃんと印入れときますね。忘れてしまったら大変なんで。まあ、香港カップの方は日本馬は1頭だけの出走だと思うんですよ。最近の記事で、まあ、到着した日本馬という形で、一覧表、まあ、10頭の日本馬が到着したということで見てますので、まあ、その10頭が、出走 をするだろうなと思って、まあ、他にももしかしているのかなという部分もあるんですけども、それはまあ、確認、まあ、またしておきます。で、基本的にはこの4頭にしておきます。もしかしたら当日状況変わったりしたら、YouTube に、メッセージアップロードするかもしれません。ですので、まあ、その YouTube の着信設定っていうのを基本的にしておいていただきたいですね。そうすればアップロードしたら、着信履歴が来ますんで、まあ、僕からのメッセージが届くような形になるかと思います。あとは、まあ、テレビの放送があったかどうかですね、地上波で。まあ、その辺のところですね。テレビを見ながら、まあ、レースを行うのかどうか。っていう部分と、テレビを見ない方法で行うのかどうかっていうところですね。以上です。まあ、良い結果は出るかとは思います。ずっと今年、さまざまなスポーツの勝ち負けを行ってきて、まあ、だいぶ前からですけども、多大なる成果っていうものを上げてますので、まあ大丈夫なんじゃないかなと思ってます。当然4つとも1着狙いに行きます。
以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。